ナイス。回復させない。オッケー、回復させない、回復させない。おー、最近ゲームより筋トレの方の質問が多いグリードです。ですね、感度を変えました。43リニアずっと使ってたんですけど、今ね44の、リニアデッドゾーン小、その詳細感度というか倍速の感度はこんな感じになってます。どの感度も基本的には慣れが一定期間必要だと思うので、なんかこういきなり変えて、ああもうめちゃくちゃ合うわっていうことはすごく少ないと思うんですよ。まあ変えてから 1,2 週間とかしばらく使ってみて最終的にどうなのかみたいな感じだとは思うんですけどね。まあ僕1週間半ぐらい使って、今んとこまあエイムひどくなったりはしてないので、多分合ってるのかなとは思ってます。まあ近距離がね 4,3 でちょっと苦しいみたいな人はワンチャン試してみてもいいかもしれないです。ダッシュゲーミングのコラボ PC は動画概要欄に記載してあるので、気になる方ぜひチェックしてみてください。ここですね。ナイス。おー、なんか近くない？なんで？おーおー、ノック。中だな。向かって一発当てられてるけど大丈夫か。オッケー、楽しみ。ナーイス。引っかからないぞ。多分あの裏だと思ったけど、上ボイーンってやって、あんま当たんないですね。こっちアーマー強いからな、全然戦ってもいいね。ナーイス、弱る。もうアクサ投げちゃうもん。ワンダウン。仲間どこだ。よし、オーケー、やっと安定するようになってきたぜ。現在ダイヤの1の半分ぐらいなんですけど、なかなか敵プレデターパーティーが来てね、なかなか漏れない。本当にチャンピオンも全く取ってないです。取ってないけど、その10位以内に入ればちょびっと漏れるから、それで増えてるって感じですね今んとこ。お、いいね、その強気なジップライン。よし、これ仕事したんちゃうか。まあ、これはもうしっかり食らっちゃいましょうかも。大丈夫大丈夫、バレルがなくとも大丈夫っすよ。でもうこれ使っちゃって、手前はやれると思うから逃げ遅れてるね。やってんの、やったのか。ナイスナイスナイス。今行くよ。あの、ナイス。この感度はね、正直まあ近距離特化って感じはするんですよね。よいしょ。で AR の1倍狙うのがちょっと難しい感はあるけど、まあでも大体 AR ってこういう風に2倍サイトつけたりしてるから、うん、2倍サイトつけてさ、こう感度ちょっと落としたりしてるんで。あれ、ベスパ判定ね。了解了解了解。味方さんうまいねこれ。勝ったよ。 OK、 勝った。2ノック。OK、 来てるな。ウルト来そう。これ出して、一人割りかけ。まずいな。ナイス。回復させない。オッケー、回復させない、回復させない。おお。漁夫が来なければ。割ったけど、やれない。
奥もいんのか。今やり合ってんな。これ行った方がいいな。今行った方がいい気がする。なんかいる。うわ置物かと思った。一瞬。うんと。そこいんのか。なるほどね。いや、これ、まだ8部隊いんだけど。バケモンやって。なんだこのランク。もう、上より下打った方がいい気がするんだよね。待ったよ。肉！溜まれるのだけは絶対に阻止しないといけないから、これ上が降りてくるタイミングで上を倒さないといけないのか。ん？なんか一人下が落ちてない？いけまーかーま。いいね、その、わし。でかいよ。なんかあれ、別パだ、これ。別パがいる、別パがいる。別パやり、で、ここでクイックに漁って、漁って、左打てる。100ダメやって、で、ウルト使って、一回、ま、落ち着いて巻いて、ツーノックやって、で、上登ったやつ倒して、で、ラストパーティー、こっちの方。多分こっちの方だと思うけど。ワンチャン欠けてないかな？映らない。多分欠けてると思う。いや、3、2人か。4000ダメ？味方4000ダメいける？100！ もうバッテ贅沢に巻いちゃって、僕も3000ダメいきたい。まあ、ダメージなんて飾りです。偉い人にはそれが分からんのです。エルスターだね、一応注意しよう。さあ、血のりは得てるぞ、こちらが。どうする？届かん、そのグレネは。おっと？あの？オッケー！わー！完璧な試合だ！いや、これ味方が強かったわ。多分プレデターかな？マスターかな？素晴らしい！レッツゴー！あ、ごめん！ごめん、ほんと。いや、いや、行ったもんだと思ってたわ。あれ。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は44リニアでランクやってきましたけども。かなりいいか、700盛り。あ、マストいった！よかった、皆さん、モチベーションになるので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。